ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日もですね、声の小さい人応援の6番ですね。意外なことに、一番、こう、強いと思われる、現役の男性ですね。まあ、現役の男性って大体25ぐらいから55ぐらいの30年間ぐらい。まあ、これはまあ、人生で一番働けるとこであり、活動的であり、足も速いし、バリバリ仕事ができる、体力もある、ってことでですね。一般的には強い人のように思われるんですが、実はあまり強くないんですよ。それでもみんな今悲しんでますよね。それはどこに原因があるか。これはやっぱり他の弱い人と違って大きなところに問題があるんですね。日本文明より劣っているヨーロッパ文明を取り入れた日本がですね、その中で日本文明の意識を持っている現役の男性がやられてしまってるってことなんですね。それはもう一番ひどいのは株式会社ですよ。日本国っていうのはもともとなんで奴隷がいないか、なんで階級制が非常に弱いかって言いますとね、これは日本にいますとね、階級制があるとかなんとかっていう人いるんですけどね、そんなことありません。私ね、ヨーロッパなんか行きますとね、階級が違う人と同じ国民ながらね、その国民に行きますとね、階級の上の人と階級の下の人とね、物腰が違うだけじゃないんですよ。体つきも違うんです。物腰が違うとかね、知識が違うとかいうのは、それはまあ、その人だけっていうこともあるんですけどね。ただ、体つきが違うっていうのはね、相当長い間、この身分が分かれてないとね、なりませんよ。だから、本当にこう、ヨーロッパの国っていうのは、こう、なんていうか、身分がね、不平等がもう染みついてるっていうふうに思いますね。だからヨーロッパは例えば株式会社を作りますとね、株主が権限を持ってて、それで従業員は金で雇われてるんだ。でも今そうですよ、日本ね。こういう考えになるんですよ。ところが日本っていうのは違うんですね。これはもう江戸時代でも平安時代でも違うんです。もちろん縄文時代とか旧石器時代もっとそうでしょうね。つまり日本に住んでる人で日本が構成されている。これね、わかんない人いるんですよ。だから、日本国は日本人のためにある。まあ、天皇陛下のためでもない。貴族のためでもない。侍のためでもない。農民のためでもない。商人のためでもない。日本人のために日本国が存在する。だから、日本国っていうのは、その人の能力だとか、人柄だとか、家柄だとか、それと関係なく、日本人であれば、みんなで一緒にやろうや。当たり前ですよね。なんでこれが当たり前って気がつかないんですかね。それで今はその株式会社は株主のものであるって言うんですよ。で、僕がね、ある時にある非常に立派な大きな会社の証券会社の部長さんがね、武田先生は株式会社は株主のものって知りませんかって言うから、そんなこと知りませんよ。それは日本文化じゃありませんから、商法に書いてあるから決まりじゃないですよって言ったんです。なんでかすると、法律ってのは2つあるんですね。法律の条文通り解釈していいという法律論と、まあ、イギリスを中心としてあるような、その世の中でもう普通になっていることというのは、文字に書いてなくても法律の上にあるっていうことですね。それはそうなんですよ。例えばね、憲法9条が有名ですね。憲法9条で軍隊を持てないなんて話はないんですよ。それはないっていうのはアメリカ人でも言ってますから、僕は言っていいと思いますけどね。なんでそうかって言ったら、憲法9条で他国が攻めてきたら日本人は殺されるじゃないですか。ね。国家主権というのは、もともとが、その国の国民の命を守るのが国家主権ですから。だから、軍隊を持てないというのは、国家主権に関わらない範囲においてってことなんです。国家主権に関わらない、その国民の命を守ることには、関係ない戦争はやっちゃいけないってことであって、戦争自体はやっちゃいけないんですが、もうこれは慣習がありますからね、その会社。命は一番上ですから。そういうことと同じですね。ですから、日本人の日本文明っていうのは、人は働くにしてもね、お金で買われて働くんではないっていうことです。これは日本に奴隷がいなかったっていうのはそれなんですね。もうヨーロッパなんか奴隷ばかりですからね。まあ中国もほぼ奴隷です。まあロシアでは、ロシア帝国のロマノフ時代までは、農民は農奴と呼ばれておりましてね。まあ相当この農民と奴隷の間ぐらいにあったわけですね。そういうその大陸の僕に言わせればグレースな文明と全然違う高度な人間らしい文明を日本は作ったわけですね。それが日本国民はみんな日本人として平等である。
ていうことなんですね。だからその会社を作ってもいいよと。だけどそこで働く日本人は別にお金に買われて働くんじゃないですよ。順序逆ですよ。